富士通から最新の 2-in-1 タブレット PC FMV ルークスが発表されました。 PC との強力な連携機能やサブディスクリーペンタブレット機能が使える注目の製品。ワコム技術を使った専用スタイラスペンや専用キーボードも用意されています。早速どんなタブレット PC なのか見ていきましょう。デザインをチェック。まず外観のデザインを見ていきましょう。本体のサイズは 307×190×7.2mm、 重さは約 599g で、スタンド装着時で約 742g になります。筐体には高強度アルミ素材を採用し、継ぎ目のないデザインも採用しています。パッと見た感じでは非常に薄く高級感がありますね。そして富士通製とは思えないほどおしゃれな感じがします。思わず欲しくなってしまうほど素敵なデザインですね。スペックをチェック。スペックはざっとこんな感じです。プロセッサは第12世代のインテル Core i7-1250U で、メモリは 16GB、 ストレージは SSD512GB で、バッテリーは約12時間駆動できます。通信面では Wi-Fi 6、 Bluetooth 5.1 に対応し、 5G モデルも用意しています。全体的に見て非常にスペックが高いですね。まさにハイエンドモデルです。機能について。FMV、ルークスはタイプ C で PC と接続し、様々な機能が使えるようになっています。まず一つ目が、クリエイティブコネクト、機能。これは PC と接続することで、キーボードやマウスを共有して使えるようにする機能です。いちいち PC とタブレット側で別々のキーボードやマウスを用意しなくて済むので非常に便利ですね。ファイルのやり取りもできるので PC のディスプレイの横に置いて快適に作業できそうです。2つ目の機能はセカンドディスプレイ。これは FMV、ルークスをモバイルディスプレイに変える機能です。 PC のディスプレイと組み合わせると2つのモニターで作業できるようになります。そして3つ目の機能がペンタブレットモードです。その名の通り FMV、ルークスをペンタブレットにする機能で、イラスト制作や写真のレタッチ作業で活用できます。4つ目の機能はワコムノーツです。これは FMV、ルークスをホワイトボードにする機能で、テレワークなどの会議中にみんなで一つのボードを見ながら話を進めることができます。もちろんそこに文字やアイディアなどを書き込むこともできます。ディスプレイ、カメラ、オーディオ性能について、ディスプレイは 13.3 インチの有機 EL、 非常に高コントラストで色鮮やかです。解像度は 1920×1080 ドットで、10点マルチタッチ操作にも対応しています。また背面にはオートフォーカス対応の約1258万画素カメラを搭載。前面には Windows ハロー対応の約207万画素カメラを搭載しています。その他、本体に4つのステレオスピーカーを搭載。オーディオチップセット内蔵で高音質なサウンドが楽しめます。スタイラスペンとキーボードについて。スタイラスペンは、
ワコムの最新技術を使った FMV、ルークス10です。10の傾きによる座標ズレを抑えて、繊細なタッチで描くことができます。キーボードは、専用の FMV、ルークスキーボードを用意。キーピッチ約 19mm、キーストローク約 1.5mm の日本語配列仕様で、快適にタイピングできます。なお、キーボードはType C ポートを備えた FMV モバイルキーボードも利用できます。まとめ。FMV ルークスは非常に洗練されたデザインで、高い性能を持ったタブレット PC でした。また、サブディスプレイやペンタブレットなど、PC と組み合わせて使う機能も非常に充実していました。専用スタイラスペンや専用キーボードが用意されていることも魅力的です。これならテレワークやグラフィックを扱う作業にも存分に活用できそうですね。FMV、ルークスの発売は2022年6月中旬。気になる人はリンク先をチェックしてみてください。それでは今日はここまで。また次回会いましょう。